皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか本日ご紹介するのはこちら。ドン。プテラザウルスです。えー、本日こちらのプテラザウルスはこちらを販売している DRC さんからの提供でお送りいたします。いつも本当にありがとうございます。えー、見ての通りね、トブラジコンです。トブラジコン。やったことないねん。つまり何や、あの、ドローンドローンみたいなことだと思うんですよね。ドローンではないんだけども、まあそういうふうな 機能を使った、まあ、ジャイロでこう、平行を保ちながらみたいなもんでしょうね。えー、とりあえず、開けてみましょう。では、開封しまーす。あ、逆や。こっちですね。3日、1、ドンおおちょっと待って。あ、なんか面白そう。ちょっと待って、ちょてや。面白そうやで。これはケーションオブバッテリーということで、まあ、バッテリーの取り扱いに関する注意事項が書いてあります。で、これが、 取扱説明書ということで、今回も DRC さんは、もう日本語のやつちゃんと、でもまあ手作りコピー系のね、<laughs> 毎度の感じでちょっと説明してみていきましょうか。でも意外にね、毎回ポイントを押さえてるんで、手作り感満載でもちゃんとわかるようにはしてありますけどね。本体送信機、バッテリー、USB 充電ケーブル、プロペラ、日本語マニュアル。プロペラって何やろね替えのプロペラかなで、ここに各種操作方法が書いて、 で、ありこれはちょっと後でで見ますわねで充電方法もありますね。充電電池、なんもない人はパソコンでやってくださいねって書いてますね。USB で、先っぽが USB になってるというタイプですね。で、フライト前の準備等も書いてあると。まあ、この辺は、やりながらみんなにお伝えしていこうかなと思うので、ここはちょっと、えっと、割愛します。バッテリーがですすねねつ付いてます、ね これは本体のプテラザウスに付ける方のバッテリー。2個、2個あるのは嬉しいですね。1個の商品買って。で、こっちが充電する機械、機械じゃない、<laughs> あの、接続ケーブルのようですね。あ、全部入ってるね。替えのプロペラから、これが替えのプロペラ。そうか、片、片浴に2つ付いてるんで、まあ、1回交換分っていうことですね。これまたあれだろうね。コントローラー。バッテリーパッカー開けるやつだね。多分ね。 で、これが充電ですね。よくあるようなもの。このようにプラグを、えー、ラジコンとかやってる人やったらすぐわかるよね。こっちですね。多分。こうですね。この突起のある方を上にして、端子が上向いてるのに対して上にして差し込むと入ります。これでパソコンに接続すると充電できると。えっと、今僕は iPhone の 充電ポートにつけて接続しましたけど、充電されてます。今赤なんで多分これは充電中ということでしょうね。だから iPhone のプラグでもできますんで、パソコンがなくても iPhone があれば大丈夫だと思います。それではコントローラーを見ていきましょう。こんな感じで、本当にゲームのコントローラーみたいなアナログスティックとこちらに L1 がありますね。L1 と L2 みたいなものが。なんだろう、これもしかしたらギャオーとか言うのかもしれないですね。 で、ここにいろんな細かいボタンがあって、なんかオンとオフっていうものもあります。まあ、これは説明書をね、見てみないとわからないですが。で、やっぱりそうですね。こちら、バッテリー用のドライバーでしたね。なので、ここをこれで開けて、炭酸電池かな炭4電池ですね。炭4電池3つで動くようです。これを差し込んで、で、このように入れて、 差し込んで、これで入りましたね。これでこういう赤くなるのかなあ、赤くなりますね。こんな感じで。リンクさせるんでしょうね。まあ、こういう風なコントローラーになってます。ということで、本体ですね。プテラザウルスの本体が、こちらになります。結構ね、塗装ちゃんとしてるの。<laughs> ここグラデーションとかにして、なんか何気に力入ってるんですよね。こんな感じ。で、ここにバッテリー入れるんですね。 さあこの4つのプロペラで本当にこんなものが飛ぶのかなっていうちょっと本当かなっていう感じあるんですけどここがどうやら電源のようですねここが電源押せますこれが飛んだらすごいなあ面白いなあなんかここにレンズとかがあるからやっぱなんかここでいろいろ測るのかなでえっとここはちょっと一回開けてみましょうかどう開けるのかなあこっちか 引っ張るだけやね。ここは非常に簡単なロックですね。こんな感じになってます。蓋が取れないような一応仕組みになってます。スライドして閉めるような感じやね。スライドしてこうストンと閉まる。で、スライドしてまた開ける。ここはよくできてる。こっちのコントローラーもそれにしたらいいのに。毎回 DRC さんってネジなんよな。<laughs> これができるんやったらこれにしたらいいのにな。いや、これが本当に飛ぶのかな。やっぱ当然ですけど、むちゃくちゃ軽いですよ。 それでは一度バッテリーを差し込んでみます。ちょっとだけ充電したんで、この上がボコッと出てる方を、プテラザウルスの頭の方に向けて差し込みます。こうですね。で、これを中に装着すると、どういう装着方法がいいのかな結構ね、ケーブルが太いから、 あ、いけましたね。はい。これで、えー、ケーブルが入りました。で、バッテリーを入れる際の注意なんですが、これちょっともう一回見てもらいますが、ここね、当然、こう、飛び出るんですよ。こっち。ここ、ピュッと。で、これがどうなるかっていうと、ここに入るんです。この箱なんか出っ張ってるじゃないですか。意味ありげに。これが要は、このコードが、縦でここ。 芯があるから曲がらないんですよ、ここ。つまりね。なので、絶対立つので、これが、ここの、穴のところに来るように入れてやるっていうのが正解です。ちょっとこれがね、入れにくいので、みんな難儀すると思いますが、これはちょっと、はい。コツつかむと、まあ、簡単なんですけれども、だから、できたら、この外に充電ポートがあれば、もう何回も何回もここを開けずに、やっぱここ開けるために端子は、 ストレスはかかると思うんで、本当はここに充電のあれがあってもよかったのかなと思いますが、とりあえずそういうこと、えっ、ー、と、仕組みになっているので、覚えておいてください。で、ペアリング方法なんですが、ここが電源になっているので、ここを押します。あ、電源入りました。ちょっと長押しですね。はい。点滅してます。で、コントローラーも電源入れます。で、両方点滅してます。で、左スティックを上下と入れるようです。 はい。点滅が消えました。これでペアリングが成功になります。で、操作系の説明をちょっとしておこうと思います。ちょっとね、飛ばしながら説明っていうのが難しいと思ったんで、机の上でやっていこうと思います。発着陸の方法はそれぞれあるんですが、こっちが左側が上下が、こう、工程です。工程を変えれます。こう高さですね。この飛行機の高さを、まあ、横から見ると、ここ地面として、ファーっと。これを、 こいつで操作できるんですが、発射の時、浮き上がるときは、こいつを上にしてもね、あの、上がりませんでした。なので、こいつを一番初めに飛ばしたいときは、ここを押してください。ここが発着陸ボタンで、当然飛び出すボタンにもなってるんですが、飛んでる最中に、こちらを押すと、強制的に、さーっと地面落ちます。まあ、強制的にって言い方すると、ドーンって落ちるみたいに思いますが、違います。これを押すと、ゆっくりこう、ファー、ポンと。 止まりますので、ここのボタンはかなり使うと思います。で、初めこいつを押すと、ブーンってすごい勢いでビヨーンと上がりますんで、えー、そこからがスタートになります。で、各種ボタンなんですが、こっからがね、ちょっと知っておかないといけなくて、ラジコンをえ、えっと、自作ラジコンを知ってる人はわかってると思いますが、ここがね、トリムボタンと呼ばれる4つのボタンになります。何かというと、これがかなり大事で、つまりここで、 えっと、ピュッと押すとブーンって上飛ぶんですよねブーンと飛ぶとでもやはりそこまで高級なものではないので高級なドローンであればもうそこである程度静止するんで,すでしょうけどもこの子はやはりそこまで高いもんじゃないので安価な商品なのでなかなかこう平行取れないんですよなのでブーンって上がってこんな感じになるんだけどちょっとこう動きよるんですよ こんな感じで、ブーっと。で、それを、このトリムっていうので調整するんです。つまり、えっと、こいつのルールとしては、自分がこっち、おじいさんがこっちいたら、このプテラザウルスをこっち向けます。向こう側に向けて、置きます。でですね、こう、ファーっと浮き上がりますよね。この、リハッチャクボタンを押すと、ファーっと浮いた状態で。例えばですけども、ピタッと止まることは僕はなかったです。例えば、こいつが右に、ファーっとちょっと、 まあ平行のままなんですけどファーッとこう動くとゆっくりそしたら中心が取れてないんですよセンターがねこいつがってなるとこのコントローラーのここ左側を押しますつまり右に行ってるんでちょっと本体を傾けるってことです軽くだからファーッといってたらこいつを押すとちょっとこうふーっとなってなりますで当然その逆は右ですね ファーッと浮いた時に、こっちにファーッと行くような感じであれば、え、この右をカチカチカチって何とか押すと、こいつがフーッとなって、こう、ま、こっちにファーッと行ってたのか、こう、フーッと止まると。でも、ね、皆さんお分かりと思いますが、この上、前後ですね。前後ボタンっていうのは、例えば、こいつがフーッと上がった時に、前にファーッと行ってしまったら、え、この下。下押したら、こう、前にフーッと行ってしまってるのか、こう、フーッと止まると。逆に後ろにフーッと行ってるときは、 上ボタンを押せば、ふーっと止まる。という、それをトリム調整っていうのがあります。これをある程度しないと、なかなか静止はしてくれません。で、これをあまりガーッとやりすぎると、なんかよう分かれへんような状態になるんですよね。その時どうしたらいいかって言ったら、このコントローラーをそれぞれ端っこずつの斜め、左は左下、右は右下で同時にカッてやると、ここがピーピーって言います。 すると、一回そういう風な設定がすべてリセットされてノーマルになるので、そこで一度ノーマル、まあ、つまりこいつを下ろした状態で、で、ピッとリセットして、もう一回リハー着ボタンをファーっと上げてやると、まあ、またどっちかにこう、ずれるかもしれないけど、その時はまたトリムで一個ずつ設定してやるということになります。ここの、えっと、叫ぶボタン。これはギャオーって、ま、怪獣みたいな声を上げます。ただしですね、 <laughs> あのアマゾンではまるでこの鳥のここから音が出るように書いてますが、えー、こっから音が出ます <laughs> ギャーギャーギャーってて <laughs> なかなか面白いです鳴らしますこっからなってますねでここの、えー、と LED を押すとここが光ったり 消えたりしますこういうことですねこういうことですでこれはスピードを変えれる飛ぶスピードを変えれるというものですでここの旋回トリムっていうのはですねまあ今のようにこうプーとプーと行くんじゃなくてこうグーッとなんか斜めになって回っちゃう時にそれぞれ逆方向の動きのボタンを押して調整してくださいというボタンですだからここはトリム関係のボタンになってるということですでこの子を飛ばしてやるには当然さっき言った通り上下左右で こいつが上下します。こう、ビューっと、かなり高い位置まで行きます。この後、まあ、飛ばしてる映像を見てもらいますが。で、左右に押すと、何かというと、こいつが斜めになります。こういうふうな、つまりこっちの回転速度を上げて、こいつが緩めて、こういう形になります。で、その状態で、これがまあ、前進交代なんですけども、前進すると、つまりこういうふうに行って、右に曲がると。そういうふうなことですね。そういうふうな動きのドローンの使い方になります。 で、こいつのじゃあ右側の左右ってどうなのっていうと、こう横に移動するという動きの動きになります。つまり多くの人が使いたいのはこういう風うに曲がるんですけども、それで使うものではないということですね。こういう風うに行きたい場合は、こいつを右にして上を押すと。言うと、こういう風うに進むと。そういう風うな理論になってます。この辺をまあちょっと踏まえて、この後おじいさんが飛ばしてる動画ってものを見てみてください。それでは実際公園でちょっと飛ばしてる様子を見てもらいましょう。 どうぞ。 ということでいかがだったでしょうか見ていただきましたのは DRC さんのプテラザウルスという名前の飛ぶラジコンですね。まあドローンみたいなもんになります。いかがだったでしょうかで、まず一つご注意があります。 何かというと僕今回、まあ、このようなドローンというかトブラジコンというものを初めて触ったんですけれども公園で初めて作業したんですけれどもぼーっとして操作してよくわからんうちにですねファーっと遠くに飛んでいってかなり遠くの家に民家があったんですけれどもその2階の屋根に落ちてしまうというトラブルがありましたえそちらの方のご行意で撮っていただいたんですけれどもなので近くに人とか建物がある場合は慣れていない方は危険なので ままあ注意並びにやらないことをお勧めします本当に周りに人や建物がない広い場所を探して遊ばないと人に当たると怪我をする恐れがありますしこちらのプロペラの方はむき出しになっているので特に下はこのようなガードがあるんですけれどもそれでも痛かったですなのでお子さんの手に当たると大変危険だと思うのでその辺は可愛いデザインだと言って低学年の子に触らせない方が僕はいいと思います。 そこはまず一つ注意として覚えておいてください。で、実際に操作した感覚なんですが、個人的には難しかったです。初心者の僕がやって、なかなかうまく操作できなかったですね。まず、はじめにも説明してた通り、この子が一発の、えー、発着クボタンで浮いた時にですね、静止してくれないんですよね。で、左に揺れることとか、右に揺れることがあって、じゃあ右取りもちょっと押したからって言って、戻るのって言ったら、戻んないんですよ。いくら右ずっと押しても、ふわーっといっちゃうので、 ずーっと、例えば左に行ったからってって、右をずーっと押すと、ようやく最後ら辺でフッと戻るんだけど、今度はまたこっちにファーっと流れてしまって、なかなか静止状態というものを作るのは難しい感覚を覚えました。なので僕は、まあ、ある程度、流れつつもこれぐらいが妥協の範囲かなっていうところで高く飛ばしたりとかして遊んでいました。で、旋回する時もやはりそこまで羽の力が強くないので、あと僕が慣れてないというものがあるので、 曲げるときにテレビゲームみたいにこのようには動かないんですよね。こういう動きってしてくれないので、まっすぐ進んでるときに、こう跳ね落としてこう回っていくということなんですよ。飛行機って結局ね。でも、この角度が弱いので、弱いというか、こう、浮力が弱いので、ちょっと角度こうするだけでもうスッと落ちてしまうんですよ。なので、旋回行動っていうのが非常に難しくて、細やかにこう、 のようになんか理想で、<laughs> なんか考えますよね、素人って。その動きは非常に難しかった、僕は再現できなかったですね、最後まで。なので素人の人がプレイするにはかなり練習が必要かなと思ったので、その辺も頭に入れておく必要があると思います。で、残念なお知らせとしては僕のやつ、これ最終的に壊れちゃったんですよ。多分最後高いところから、こう、旋回しようとしてドンと落ちてた時に多分かなり強い衝撃が得ちゃって、 でその後からこれ、ね、浮かなくなくっっちゃったんですよここは回るんだけど浮力がなくなったのかな何か計算できなくなったのかな実はちょっと手をこうやって離して浮かした状態だとちょっとフラフラフラと飛ぶんですけども下からね浮き上がれなくなってしまったのでその辺のまあ、商品の堅牢さっていうところはどうなんだろうちょっと注意しないといけない部分かもしれないですこの子自体はものすごい高くまで上がっていきます。多分いいし 6メートルぐらい以上は飛ぶと思うんですよ。でもそこから急降下してしまうとやはりダメージが大きいので、はじめは慣れるまではそうですね、2メートルとか、その辺の高度で遊ぶことをお勧めします。で、何か危険があればすぐ、このボタン、離発着ボタンを押,押すと、ちゃんとバランス取って静かに降りよるんで、このボタンはかなり対応すると思いますんで、とにかく人がいると特にその辺も危険なので注意してください。<laughs> ですけども僕初めてこれを触らせてもらってとにかくこのものっていうものが自力で浮くすごさとか飛んでいく様っていうのは本当に面白くて僕はこの手の商品っていうのを初めて触ったのでこの値段に対してこの商品の安定性っていうのはコスパがいいのか悪いのか正直分かりません僕は。なので、まあ、皆さんでその辺はご検討して他のアマゾンにもたくさんこういう商品ってあるので比較検討して欲しい方は買ってみてはいかがでしょうか。 で、現在ですね、日本のアマゾンでもクーポンコードが出ています。で、さらにおじいさんのところ限定で DRC さんからクーポンコードが出ています。両方併用できます。で、今回その2つを併用すると、なんとこちら5017円で買うことができます。先ほど申し上げたように、この値段が安いのか高いのか、これは本当にちょっとわかりかねるんで、コスパがいいとかってことは言えないので、本当に皆さん自分で色々検証して検索して、こちらの商品が良ければ購入してみてはいかがでしょうか。 おじいさんのところ限定のクーポンコードは動画の下の概要欄に書いてます。商品のリンクも概要欄のところに書いてます。で、a z o n の方のクーポンの方は Amazon サイトの方にチェック、マス目があるのでチェックを入れるとクーポンコードが利用できて、その状態でカートに入れて、支払いのところにおじいさんのところ限定のクーポンコードを入れると最終的に5017円まで下がりますので、ご興味ある方は買ってみてはいかがでしょうか。この動画で初めておじいさんのこと知ったよってしたチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。